イボールクラブへようこそ。今日はですね、こちらパイナップルを使った漬け込み酒を作っていきたいと思います。こちらカットパインの完成です。もうね、パイン、ウイスキー感がほぼゼロ。今回もですね、こちらのジャーを使ってですね、こちら漬け込み酒を作っていきたいと思います。材料なんですけれども、こちらパイナップルとウイスキー、そして氷砂糖、これは普通の砂糖でも代用可能ですので、今回見栄え重視して氷砂糖にしてみました。では早速作っていきたいと思います。まずパイナップルをカットしていきたいと思います。はい、こちらカットパインの完成です。早速ですね、こちら材料をジャーの中に入れていきたいと思います。まずこちらですね、パイナップル 120g、 おお、ぴったり 120g。 そしてこちらですね、砂糖 50g ですね。そしてウイスキーを 150ml。 ではこちら流し込んでいきます。でこちらですね、全ての材料が入りました。ここから1週間待ちたいと思います。補足なんですけれども、こちらですね、パイナップルを切るのがめんどくさい、パイナップルなんて切れないよという人のために、ちょっとこちら缶詰でもできる簡単なレシピ、こちら 120g、 これで 118g ですね。ではこちらウイスキーが 150ml、 少しパイナップルがシロップ漬けによって甘みが強いと思うので、パイナップル少なめでも大丈夫かもしれません。好みによってそのあたりを調整していただければと思います。はい、ということでですね、1週間が経過いたしました。早速なんですけども、こちらが1週間経ったパインの漬け込み酒になります。こちらですね、非常にいい感じに仕上がっているんではないでしょうか。まずは香りをチェック。もうね、パイン、これパインだよ。では実際に飲んでいきたいと思います。まず第一印象ですが、まず爽やかさがね、先に来るね。すごくさっぱりして飲みやすいで、思ったほどね、しつこくないね。で、甘さもね、思った以上に控えめ。ただ一つね、ちょっと残念なのは、ウイスキー感がほぼゼロっていうね。この完全にね、パインの味が勝っちゃう出て、残念ながらウイスキー感に関してはすごく乏しいのかなと。ごくごくいけちゃう感じですね、非常に。軽く一杯開いちゃうぐらいには飲みやすくて、非常にスルスル入る感じで、若い子なんかでも全然いけるんじゃないかなっていう、そんな印象をすごく受けました。これちょっとね、そんだけ言うと、これあまり日持ちしないのかなっていうのがあるので、ある程度漬け込んだら果肉は抜いた方がいいかなと思います。あと果肉がね、多少沈んでたりするので、もしよかったらろ過なんかしちゃったりするといいのかなと。茶こしには十分できると思うので、それで保存すれば全然冷蔵庫の中で1月ぐらいなら持つんじゃないかなと思います。というわけで今回はですね、パイナップルの漬け込みハイボールを紹介させていただきました。なかなか今回も興味深いテイスティングになったのかなと思います。次回以降またいろいろ試していきたいと思いますので、コメント、いいね、チャンネル登録などよろしくお願いいたします。おっさんハイボールクラブでした。ありがとうございました。